もうそういう宮島さんとのコンビネーションが次の1962年切腹で、うんうん、また再現されて、うん、ある意味ではこれが決定的に宮島キャメラマンと小林監督のその美意識が結集した作品じゃないかと思うんですよね、うん、両方の持ってる時代に対するある悲劇的な気分っていうのがね、うん、ものすごく画面に あってて、うん、まあ、これ1960年っていう安保闘争直後のある意味では日本のこう政治の季節の中にねあって、どっかでやっぱり政治が人間を救わないっていう絶望がね、うん、僕らにも生まれてましたし、うん、この切腹を見た時にこの知事はなるこの浪人のね、うん、持ってるこう悲劇的な最後っていうのはどっかで僕は映画監督がこうやって切り字にするのかと思うぐらいラストシーンは印象にありましたですけどね。でもね、写真は、まあ、僕の写真としてはやっぱり一番密度の濃い写真じゃないですかね、うん、それと意識的にも美というものに対してこう凝縮した、うん、中にはやっぱり相津先生の影響っていうのは随分出てるんじゃないかって気がしますね、うん、僕はもうそういう意味で小林さんの一番なんていうのかな、監督としての整理、それから宇宙とかね、うん、世界観っていうのが本当に一つに見えるというふうに思いましたですね、うんうんうん、特になんて言いますか、あれはいい家に切り込むわけですね、うんうんうん、いい家の門をポカンとお作りになって門を作られるっていうこの美術的なセンスが、あ、水口賢治以来のスペクタクルを始められたなと思いましたし、でですね、でこの美術があれですね、大隅純一さんと戸田重翔さんっていう、うんうんうん、ものすごい2人のダブルキャストでおやりになったと、うんうんうん、まあ、戸田重翔はある意味だここからこう美術監督としても大きく、まあ、人間の時条件の時にね、助手さんやってましたけどね、はい、で絡み合いから一緒になって、はい、それから切腹ですね、だからそれともう一つ大きなことは、もちろん中田達也がその、うん、このタイトルロールを演じていくわけですけれど、うん、竹光徹っていう作曲家がこの切腹にこう、うん、映画音楽として登場してきた時の、うんうん、衝撃も大きかったと思うんですけど、自分揃いましたね、みんなあれよね、まあ、今から考えるとこんな揃い方本当にね、うん、本当によく揃いましたね、よく揃ったですね、作品の素材に見合った才能がうまく集まったという、うん、それに脚本もね、橋本忍さんでしょ、うん、全部揃ったみたいね、一番足りないのは監督だった、ね、いや、いやもう僕は竹光徹にね、うん、この映画の音楽をつけるときに、うん、彼のその創作的な苦しみを聞いたことありますけど、うん、その浪人の中田達也が、うん、こう障子を開けて座るというところにすごい音楽的な興奮があったって言うんですよね、うん、そこ音楽つけたいって言うんですね、うんうん、ところがその行動が15秒だった、うん、と15秒の音楽がいると思ったってね、うんうんうん、その時にこう竹光はね、今までの従前のね西洋音楽の音の出し方ではとっても落ち着かないと、うん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 、で彼はあそこで初めてこう琵琶のね、うん、断言が結構出てくるわけですけど、うんうん、いやもう音楽を聴いた時震え上がりましたけどね、うん、あれは相当衝撃的だったでしょうね、だから当時の太秦の監督連中やっぱりあれには驚いたみたいですね、音にはね、うん、いやそれと何よりも今までその溝口賢治、あるいは山中佐藤がやってきた時代劇と、うん、それからまあその他森一世さんや稲垣博さんがお作りになった時代劇、うん、活劇っていうものの、うん、そのどっちの拉致にも入らないね、うん、拉致外の僕はやっぱりスタイルで登場したと思うんですよね、いやあの時は確か黒沢さんが椿三次郎か用心棒かなんか撮ってたんで、はい、あれにないものを、うん、黒沢さんに対する挑戦なんで、ある意味では挑戦だったわけですよね、だから木下さんがよく言ってました、うん、あれはそうだねっつって木下さんがあれ気に入らないですね、そうです本を見て、ああグロテスクだったんですか、あんな残酷なことをあれみんな裏の話だよってあんなの表出すのとんでもないってね、僕の写真見てくれなかった、ああ そ, うです、うん、それでね六本木 の、うん、パパがいたでしょ、一周忌の時に一緒にバッとぶつかったんですよね、ああその後ろでこう肩叩くんですよ、ふっと木下さんが昨日テレビで見たよ
そうですか。いい写真ね。うん、やっぱ木下さんはすごい映画っていうのは省略だという、うん、あの、うん、お考えだから、うん、まともに人間の世界を見せるのは愚の骨頂だっていうところが終わりだったですからね。いや事実僕もやっぱり竹光でその石浜君が腹切るっていうところを見た時にはもう本当にこれ目を向けたらこれこの監督に負けると思って迎えしましたけど、これカンヌで上映された時もすごいスキャンダル巻き起こしたでしょ、うん、そっとした人がいたんじゃないですか。もうやっぱりピューピューって吹きましたね。あ、部員が出たんです。部員が出た。それがね、中谷さんのヒューマニズムってものがね、ぐーっと膨らんでくると同時にね、逆に拍手が吹きまってくるかな、うん、だからインタビューでもね、やっぱりその問題が出ましたよ、当然ね。あれでいいんだ、あれで悪いんだっていうので、はい、記者同士がね、やり合ってみたり、やり合うみたいなね、不思議な光景が、うん、まあ、いろんなその人間の死、いや、まあ、いろんな描写はあったと思うんですけど、あそこまでやっぱりね、死ぬっていうこと、そのために生っていうのはどのくらいの量を持ってるかっていうのをね、うん、こうまともにね、おやりになったときで、あれ、早稲田の文学部の哲学科にはここまでやったことはないはずだと思って、やっぱりこれは小林監督の、姿勢だと思いましたですけどね。まあ、やっぱり僕のこう美の基本みたいな原点みたいなものが会津屋敷、木下圭介ってものがね、後ろに控えてますからね、そういうものはもう映画撮るために意識にありましたね、うん、だから木下さんにしろ会津屋敷にしろ僕の映画を見て、うん、よく撮ってくれたっていうようなね、写真でないとやっぱりね、そういうものは意識にありましたからね。いや、もうね、隅々までね、目が行き届いてるっていう、もう障子の3をフレームにどのぐらい入れるかっていうところまでね、うん、こう見えるような気がしましたし、河原ね、河原、いや、もう本当にうっとりとした映画です。あれも残酷だったけど本当にうっとりとさせる映画だったと思います。竹光のね、お腹を刺すところね、どうしてもさせないんですよ、いろいろ考えて もう僕はめったにお酒飲まないんだけどね、その日はね、お酒飲みに行って、酔っ払った兄貴に書いたら、ふっと浮かんだんですよ。まあね、やっぱりね、体をバッと持ちかければね、きっかけがつかめるんじゃないかっていう、それをきっかけにコンテがスーッとできたんですね、うん、でお酒を飲まない時のコンテは両方宮島さんも言ったら、お酒飲んだ時の方がいいよってわけですか。それであんな残酷になっちゃった、だって宮島さんのキャメラはより以上に残酷に撮りますからね、あの人は好きだからね。だけどあの残酷を救ってくれたのはやっぱりあの竹光さんの音楽ですね。精烈なる、あの透明な音色ですね。あの切腹の時に入るね、ビアの愛情のね、あるこうビア入るでしょ。あれがやっぱり救ってくれましたよね、竹光はあの映画で西洋音楽に日本の楽器がどうやって併存するかという問題に直面したと思うんですよね、ビアの持ってるそのチューンと言いますかね、あの音階と、西洋音楽の楽器の音階と違いますからね、それをこう両方どうやって損失するかっていうのは、ある意味では彼の音楽のものすごい問題もこの時に直面したんですね、彼は。だろうと思いますね、だからあの映画はすごくそういう意味で大きなその結節点だったと思いますよ。だからあのラッシュをこう見ていて、あの映像の拡張とか、いわゆるこう人物の佇まいとか、そういうものを全部こう見てるうちに、やっぱりバーンとビアで行こうって決まったんじゃないかと思いますね。